神田屋です。おはようございます。この仕事に就いたきっかけは、当時私の弟がバスの運転手をしていたことが大きなきっかけです。制服姿の弟を見るたびかっこいいなと思っていたのですが、当時女性の運転手の姿を見たことがなく、普通免許しか持っていない私にはバスの運転手になるなんて想像もつきませんでした。弟から女性運転手も募集していると話があり、免許だけでも取ってみればと言われたので、大型二種免許を取りました。その後念願だったバスの運転手として仕事をするようになりました。運行中、朝おはようございます、いってらっしゃいとお客様一人一人に声掛けをしていますが、今日もご苦労様、いつもありがとうと言って降りてくださるお客様、また安心して乗れましたと声をかけてくださるお客様からいただく笑顔の言葉にやりがいを感じています。立って乗車されているお客様への着席案内を常に行っており、降車の際は慌てさせない車内アナウンスを行っています。また絶対に急のつく運転、急ブレーキ、急ハンドル、急発進等は行わない、慎重な運転を心がけています。またもう一つ大切なことは笑顔での挨拶です。私はお客様にも笑顔になっていただきたいと思っています。こちらのドライバー異常時対応システムという装置です。走行中ドライバーが急病などで安全に運転できなくなった場合に、乗客やドライバー自身が異常ブレーキスイッチを押すことでバスを減速停車させることができる安全装置です。このスイッチが押されると車内アナウンスが流れると同時に赤色の警報ランプが点滅し、緊急事態であることを乗客にお知らせします。さらにクラクションを鳴らしながらハザードランプ、ブレーキランプを点滅させることで、車外に向けて緊急事態が発生していることをお知らせいたします。もしバスご乗車中に運転士に異変を感じた場合はためらわず緊急スイッチを押してください。緊急時以外に押すと大変危険ですのでおやめください。私のように女性の運転手も大変増えてきています。バスの運転手はお客様を安全で安心に目的地までお連れする仕事です。そしてお客様よりいつもありがとうなどと声をかけていただいた時にはやっててよかったと思います。バスには大型、中型、小型、また高速バスもあります。そのバスを運転することを夢見て、ぜひバスの運転手を目指して頑張ってください。